恋みくじです。近いうちにある出会いを大切にしましょう。頑張ります。アラキアキ、こんにちは、アラキユウコです。先日友達と三重県に行ってきました。実は去年2ヶ月ほど撮影でタイに滞在したんですけど、その時に仲良くなった友人が日本にぜひ来たいということで、私も行ったことがない場所に連れてってっていう風に言ってもらったので三重県に行ってきました。三重県の伊勢神宮に行ってみたかったんです。初めての伊勢神宮は本当に空気が綺麗で自然豊かで素敵な場所でした。見てラッコの そしてもう一つ行ってみたかった鳥羽水族館。可愛いお魚や生き物たちがたくさんいて、本当に充実した水族館の時間を過ごすことができました。すごく可愛い。本当にずっと SNS でラッコのキラちゃんとメイちゃんをずっと見ていて、本物を見に行けてすごく感動しました。キラちゃんとメイちゃんはもう本当に可愛かったです。芸達者、飼育員さんとの絆をたくさん感じた、そんな素敵な時間を過ごせました。かわいかった。ちゃっかりお土産もゲットしました。メイちゃんゲット、ご挨拶キラちゃんとお願い、メイちゃんをゲット2日目です。猿田彦神社の中にある猿目神社さんに挨拶してきました。芸能の神様です。引き続き元気に仕事ができるように頑張りますという意思表示をさせていただきました。恋みくじです。縁結びの神様もいるということで、恋みくじ引いてみました。慢心せずに穏やかに日々を過ごせば良縁に巡り合えます。自分自身を見つめ直すことでさらに運気が上がるでしょう。出会い、相手が現れてもよく考えて決断を、結婚、近いうちにある出会いを大切にしましょう。頑張ります。頑張ります。影横丁に来ました。伊勢神宮の向かう途中にあるおかげ横丁に行ってきました。なんか昔の街並みを感じられる場所だったりグルメだったりたくさんあって、友達もすごく喜んでくれました。ご飯屋さんですと昼ご飯豆腐屋というあの看板がすごい素敵な看板があって、それに惹かれて入ってみたんですけど、海外の友達がいらっしゃって案内したい方はぜひ行ってみてほしいです。あの豆腐っていうことですごくヘルシーだけど食べ応えのある料理がすごく美味しかったです。美味しいよ。うん。湯豆腐美味しかったです。次は遊園地。ジェットコースターを好きになったのは最近というか大人になってからなんですけど、絶叫の乗り物が好きになってからずっとずっと行ってみたかった長スパにやってくることができました。え、でも富士山より大きいかな、大きいと思う。やば、人生初の長スパ、嬉しい。これで今日強風だから動くといいな。
いろんな乗り物乗ったんですけど、本当にアトラクション最高でした。三重から名古屋に移動してひつまぶしを食べに行きました。こちらはあの愛知に住んでる友達がおすすめしてくれた熱田蓬莱軒さん。しゃもじ。お店に風情があってお客さんもたくさんいて大人気店なんだなっていうのがすごく伝わってきました。名古屋といえば小倉トーストということで、みんなであの有名なカフェを調べて行ってきました。美味しかったです。小倉もりもりでした。名古屋城は初めてではなかったんですけど、こんな近くに来たの初めてだったかな。思ってたより小さくて可愛い。シャチホコ。観光名所としてすごく素敵な場所でした。ジブリパークは人生2回目だったんですけど、前回はあのジブリの大倉庫のチケットを取りそびれていて行けなかったので、今回はジブリの大倉庫に行ったり五平餅食べたり新しい場所が増えててすごく楽しかったです。ということで、完全プライベートな名の旅いかがでしたでしょうか。次回の荒木歩きも楽しみにしていてください。バイバーイ。緊張した。